はい、どうも小太郎ですっていうわけなんですけどもね、はい、いやね、今もう何時だったっけ、もう6時過ぎてるぐらいですかね、はい、12月29日の6時過ぎてるぐらいなんですけども、はい、そういえばね、今セカンドチャンネルもどんどん取りだめしてるんですけど、もうなんか今日セカンドチャンネル切れたなと思って、取りだめしてるやつが切れてね、今日のやつ出すやつないやんけと思ってね、急遽喋ってるわけなんですけども、はい、いやなんかまあ今回まあテーマなんですけどもね、なんかフリーランスになって、この能力めちゃくちゃ落ちたなっていうね、話をしたいと思います。はい。なんかね、僕はまあ、フリーランスになってっていうよりも、働いてた時もね、そんなにその能力を使うっていうことはなかったんですよね。はい。まあ、何かって言いますとね、なんか、人にね、あれこれ指図されて、あれこれ指図、あれかで命令ですね。命令されて、それを成し遂げる能力っていうのがね、すっごい格段に減ったなと思いまして、まあ、なんかね、例えばボルダリングとかでしたらね、言うたら、まあ、新しい課題でいたときに、まあ、セッションとかするときに、こう、ホールドですね。ホールドも、まあ、これやって、次これやって、あれやってっていうね、やつを、まあ、これ触って、で、次このホールド触って、次あのホールド触って、みたいな感じで、黄色触って、緑触って、青触って、みたいな感じのね、ことをやるとね、全然覚えられないんですよね、はい。前からね、まあ、覚えられへんっていうのもあったかもしれないんですけども、なんかね、さらに輪をかけてね、なんか、暗記かな？暗記能力ってもう暗記することないんでね、もうかなりね、それ減りましたよね。なんでね、例えばね、例えば今だから僕 YouTuber やってるかも全部自己完結なわけなんですよ。あ、これやって、あれやって、あ、やりたいなっていうのがあって、でまあまあそれでまあいや撮影した後にまた動画撮って、でまた編集してても全部自己完結の、仕事なんでね、人から命令されるってことがねほとんどないんですよね。ね、バイトの時もね、まあ、全部自分で自由に電話して、自分でまあ頭考えて電話して契約を取るっていうね、テレアポやったんで、そういう風な感じになるんですけどもね、それもねほとんど命令されたことがね、まあ、これとこれは、まあ、ここに電話かけるなとかね、まあ、そんなん、ここらへん、こういうふうに攻めろみたいな感じで、まあまあ、言うぐらいで、大雑把なね、この指示は聞けるんですけど、細かい指示ですね。はい、もうそのね、こう、成し遂げる能力っていうかね、もう、格段に減った気がしますね。はい。まあ、例えば、まあ、僕、バイトで料理にですね、ホールとかね、飲食店のホールとかね、あとなんか工場で何かを組み立てるっていうね、この指示通り組み立てるっていうのとかやっても、もう覚えられなんかもう格段にね、もう全然使えないやつになるでしょうね。はい。なんでね、まあまあそんな感じでね、とりあえず今 YouTube 頑張っていかんとね、また雇われてそういう仕事に就いた時にえらい目に遭うんでね、とにかくね、今やってる仕事をね、頑張っていきたいと思います。はい。まあそんな感じで、ほな、さいなら。